はい、皆さんごきげん、オーディオファミリーです。あ、こんばんちは。はい、やっていきましょう。はい、久しぶりだね。まあ、まあ、3人また久しぶりですね、はい、そもそも結構久しぶりにオーディオファミリーに伺った感じですけど、うん、池田さん、ちょいちょい来てました。はい。あ、そうだ、まあまあ変わらず、まあ、そこは元気でした。元気です。変わらず、夏バテは大丈夫です。はいはい、大丈夫です。でもなんかもうすでに今日の展開で疲れてるみたいな。早く撮って帰りましょう。お直しでね。ん？そうですね。腹減ってね。確かに。お腹は。こんなこと言うのはあるかもしれんけど、腹減るんですよね。うん、お腹は減りますね。うん、そうですね。なかなかいい時間になりますもんね、やっぱり撮影する時間が。そうそう。まあ、というわけで、じゃあ行きますか。はいはい。じゃん。ということで、今日は。光っとるし、まあまあ、まあまあいいです。ますかね、はい、ですね、これはブルースの、うん、まあ、久々ブルース。ああ、ブルースあった？ブルースはね、何枚か撮りましたよね。撮られてますよ。とか、まあなんか、ユンさんとか、ユタカさんもなんか、そうそう、なんかブルース大好きとかって言ってるじゃないですか。やったっけ？やってたと思います。俺の番で。はい、うん、で、まあ、あのブルースで、まあ、ジョン・リー・フッカーさん。まあ、まあこの人も超有名なあのギタリストということで、うん、でまあブルースもまあいろんなねミュージシャンがあるんですけど、自分はまあブルースはやっぱりあの三大キングと言われる、うん、あの B.B. キングとアルバート・キングとフレディ・キングってあの巨匠がいるんですけど、この3人でまずブルース入って、うん、その次がね、次の流れがあのハウリン・ウルフとか、あとあのなんだっけあの人マディ・ウォーターズとか、あっちら辺行って、まあなんかちょっと落ち着いて、はい、でジョン・リー・フッカーでこう自分の中では3番目の波ぐらいで知ったんですけど、結構あの曲どれも刺さるんですよね、はい、結構好きで、あ、1枚欲しいなと思ったら、うん、この間ちょっと見つけた版で、うん、どうもオリジナルはこんなジャケットだったのかもわかんないんですけど、はい、うん、あのリバーサイドがよくジャズとか出してるリバーサイドさんが確か59年ぐらいって書いてあったんですけど、これなんか見ると61年の数字も見えますけど、ちょっと僕も調べてよく忘れちゃうんで、ごっちゃになって分かんなくなりましたけど、その頃の、あ、59年だ、はい、うん、59年4月に発売された、うん、確かジョン・リー・フッカーさんの通常であればあの初めての LP レコードっていう、ね、LP ってほら58年か9年かあの辺で今の12インチの LP っていう形が確か出てきたんですよ、うん、もうちょっと前だったかな、うん、その前はあの10インチとかで、うん、ちょっと曲がちょっと、そうそうそう、ブルーノートで言うとなんか再編集されて出てたりする、うん、なんかそのごっちゃの時代の頃なんで、うん、まあ、もしかしたら初めての12インチだったのかなということで、うん、はい、でまあなかなかギターも雰囲気も好きなんですけど、一応なんかローリングストーン誌とかが選ぶ100人の偉大なギタリスト35位ぐらいに入ってくるっていう方らしいですね。新品？これはね、新品なんですよね、うん、まあだいぶ前にそれでも買ったんですけど、で、あるよね。そうなんですよね。でまあどの曲かけるかって話になるんですが、まあ結構ね、こういうほらさっきトヨも言ってたけど、なんか短い曲が多いでしょ、うん、2分台とかがブルースって結構多くて、うん、まあ3分とかも結構あるんですけど、でこれオリジナルアルバムになんか2曲ボーナストラックが入ってるんですよ、再発されて出た版なん で、うん、でその2曲のうちの1曲がまあこの方のまあ代名詞になってるブームブームっていう曲があって、まあ、それちょっと今日はご紹介したいかなと、うんうん、まあ、というかまあ知ってる方が多い曲なんで、まあ皆さんと一緒に聴いてみるというところで、今日なんですけど、あ、システム、はい、はい、まあプレイヤートレンスのね、うん、はい、1500、はい、ちょっといろんなものを聞いているんですけど、はい、どうですか？いや、いいですよね。あの、うん、まあ本当に現代、まあ歴史のあるメーカーさんであれなんですけど、やっぱなんかちゃんと、うん、なんか現代風になんかなって復活した感じはやっぱりその受けますよね。いきなり封じ。そう、まだ今度レビューするの、まあまあ、そう、レビューするって話で、はい、たまたまうちにあれの昔のモデルが、ね、はい、先日ちょっと、はい、来たので、うん、まあトーレンスで聞いてはいるんですけど、うん、今のその新しいものでもどんな感じになるのかとか、うん、まあジャズだとか、うん、はい、まあ、池田さんもちょっとクラシック系のものを持ってきたりとか、はい、いろんな版を聞いてるんですけど、今日はちょっと
ブルースなんかどうかと、うん、でまあ、ちょっと有名な曲なんですけど、うん、じゃあ、まあ1曲皆さんと1曲聴いていきたいかなと思いますね、はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、聞いていただきました。はい、はい、いかがだったでしょうか。あの、あれ、今日あれやな、テンションがな。ちょっとお腹も減ってるんですよね。今日撮るつもりなかった。そうですね。撮るつもりなくて、ね、ちょっとね、はい、スケジュール的に、はい、まあ今日もでも1、2本撮れたらそうなんですよ。いろいろね、ちょっとね、うん、段取りが。はい、でもあのそういう意味では晩持ってきてよかったなと思って。あ、そうですね。ストックなかったから、ね、うん、来週のストックないから。うん、まあさすがですね。どうですか、なかなか。いや、好きな展開じゃなかった。聞いたことある。はい、有名です。ちょっと有名で。結構カバーされとる、うんかね、結構。はい、うん。まあ、結構好きじゃないですか。うん、まあ、割と明るいノリの、歌詞なんかも結構明るいノリなので、うん、割と、そういう、哀愁漂う感じの曲ではなかったんですけど。俺、哀愁が好きなんだ。結構哀愁。あ、そうですか。どっちかって言ったらね。これね、あるいは1曲目からゆっくり聴いたら、うん、結構そういう雰囲気でもあると思うんですよ。これ要は現代編集というか、まあ、要は2曲ボーナストラックで入った、うん、その代表曲も入ってるっていうことなので、うん、ちょっとアルバムのコンセプトからずれてる可能性も十分ある曲なんですけど、うん、まあちょっとジョン・リー・フッカー初めて聴くっていう方とかだったら、うん、あ、これ聴いたら大体なんか分かるかっていう感じになるかなと思って、うん、まあ、持ってきたんですけど、ね、うん、いや、なかなか、うん、でもいいですよね。それで一応、うん、音響的なことに話がいきなり行くのもあれですけど、一応最後の曲だったので A 面の一応8曲目ということで、うんうんうん、まあ一応内側だったんですけど、はい、まあ、割とどうです、安定してる感じで、はい、ね、まあピアノとかじゃないしね、うん、まあ、分かりづらい ところあると思うけど、うん、まあ、素晴らしい響きだったんですね、うん、なんかうん、まあなんだろう、このギターの熱量というか、ジョン・リー・フッカーさんの、うん、なんかそギターよりも耳にギターメロディーの音が入るかな、ブンブンブンが俺ね、ああそうですね、強い強いですかね、はいはい、まあ、これはもうノリノリの、はい、どんな意味なのかね、なんかね、ブンブン、まあ割と
乗ってこうぜみたいな、何かに勢いをつけるようなちょっとスラングみたいな言葉の単語の意味ないんですかね。そう、これはなんか可愛い女の子を見つけて、あのもう誘ってどっか遊びに来いよみたいな感じのノリを歌ってるような感じだったような記憶があるんですけど、まあなんかあのそういうこのジョニー・フッカーの楽しい音楽にずっと入っていくような、あのこのシステムからも感じる音だったかなと思って、今日はもうすごい楽しく聴かせていただきましたが、はい、重量版じゃないですか。そうなんです。まあ今出てくる版って、うん、これどうなんですかね。あの僕ちょっとよく行きつけのレコード屋さんのマスターも言ってたんですけど、はい、そもそもやっぱりオリジナルのそのファーストプレス、うん、この61あじゃあ59年か、はい、この59年のファーストプレスなんか持ってる方はもうやっぱりその音にはかなわないって言われてて、うん、よくでも商売を考えなきゃいけないんで、うん、そのレコード会社とかもそのマスターテープからダイレクトカッティングでまた作ったって言ってるんですけど、多分よっぽどのその製造工程を経ないとなかなかその時代のオリジナルに勝てないみたいなことをおっしゃってる、うん、まあ、レコードショップのマスターがいて、だけどその時代のものを高価な額で手に入れても、はい、もしかしたらその、うん、あれなんて言ったかな、この塩基ビニールでしたっけ、この、 あのレコードの、はい、これもこれ自体の生成方法も昔はちょっとあんま良くなかったんですよね、はい、だけどその分原音のそのから1枚目とかなので、はい、あのそれがいいっていう人もいるんですけど、やっぱり再生をずっと繰り返すとすり減って、うん、まあ、僕らが手に入れる頃には結構バチバチなってたりとかっていうものも手に入っちゃうかもしれないですね。で今のやつだとそういうのは解決されてるけど、もしかしたらうん、あのそのやっぱり原音が持ってる何かには届かないみたいなことも多々あるんでしょうし、うんうん、はい、だからメーカーさんも 180g にしたり、うん、こうやってあのおまけがついてる版とかはやっぱり、ね、もしかしたら音質ではだいぶかなわないけど、うん、おまけをつけてまた買ってっていう感じで出してるのかもしれない、うん、でこの塩化ビニールなんかも今出てくる版は逆に言うとその音質はどうか分かんないんですけど、何度も何度も再生すると一応傷んでくるっていうのもだいぶ傷まないらしくて、はい、1万回とか聞いてもほとんど劣化がないって、うん、その1万回なんかあの別のショップの方なんですけどね、うん、言ってて、だいたい生涯同じ曲を1万回聴くって、はい、こんなに世の中に音楽があるのにまだ無理だから、うん、まあ実質今買ったら一生持つっていう話、はい、まあよっぽどの使い方をしなければとかって言ってましたけどね、うんうん、まあ、でも楽しいですよね、うん、レコード入ってきますよね。すっごいこうグッと入ってきました今日も。なんかこの結構普通のも聞いてみたかったな。あ、そうですよね。だけどこれのオリジナル版とかって手に入るのかな。でもオリジナルじゃなくて、そう別の曲の。ああ、別の。じゃあ後で、うん、あの、うん、さらっとまた持ってくるんで。トゥープロブルースだったかな。なんかここの発音が多分ね、僕ちょっと調べたら町の名前みたいで、うん、ミシシッピの。小都市らしいんですけど、うん、生まれがミシシッピなんですけど、うん、全部英語だもんな。そう、あ、トゥーペロか。この町はあの実はエルビス・プレスリーの生誕の町らしいんです、うん、で多分そこの町のブルースっていう名前がついてんじゃないかなと思ったんですけど、うん、まあ、ミシシッピのミュージシャンでもあるので、うん、まあちょっと他の曲もね、うん、またみんなで時間を見つけて聴いてみたいなと思ったんですけど、うんうん、ちょっとブルース好きの豊、ね、に少しケーキ漬けに持ってきたんですけど、なんかお腹が空いてテンションが上がらないので、ちょっとあれでしたけど。ね、はい。お前腹減らんわ。いや、まあ、僕ね、お腹減るんですけど、うん、楽しいことしてると、あの食事は二の次で平気なタイプなんですよ、ね。どちらかというと。俺、それダメね。だいたい一緒に遊んでると、周りが不機嫌になってきますよね。そうだろ？結構機嫌で。もうちょっとお昼気づいたら2時ぐらいになってて、お昼食べないのって聞かれることはよくありましたけどね、昔、うん、はい、俺と池田君のタイプ見とるから腹減ったなっつって言いながら、まあまあね、はい、とりあえず、まあ、動画のストークなかったのか、うん、まあちょっとさらっと撮ってみましたけど、はい、まあまあいいんじゃないですか、まあ、ブルースということで今日は1曲聴いていただきました、はいはいはい、というわけでまた、うん、あの今日はこんな感じですけど、次の動画でまたお会いしましょう。さらっと終わっちゃいますが。全然、はい、全然いいです。今日も一曲ありがとうございました。はいはい、おつんこ。ブンブーム。Come up to me to tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you.
Tell you I need you. Tell you beside you above.